ストーリー軍はアメリカ合衆国アイオワ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は89,542人であり、2000年の79,981人から12.0%増加した。軍庁所在地はネベーダ市であり、同軍で人口最大の都市はエームズ市である。エームズ市にはアイオワ州立大学がある。 ストーリー軍はその全体で、エイムズ大都市圏を構成しており、さらに隣接する、ブーン小都市圏とともに、デモイン・エイムズ・ウェスト・デモイン広域都市圏に属している。ストーリー軍、エイムズ市近くの農園にある星草の俵現在、ストーリー軍となっている地域はもともとプレーリーであり、大きな河川に沿った地域のみ、低木の林があった。1846年、ストーリー軍が設立された。 広さは576平方マイルであり、区形をしている。軍名は著名なアメリカ合衆国最高裁判所判事だったジョセフ・ストーリーにちなみ、1853年に名付けられた。ストーリー軍初期の開拓者は主にインディアナ州、ニューヨーク州、ペンシルベニア州から移ってきていた。後に多くのノルウェー人、ドイツ人、オランダ人が直接この地域に入ってきた。 人口が最初に大きく増加したのは1850年代だった。1850年の国勢調査にストーリー群は入っていなかったが、アイオワ州が出した数字では1852年に214人となっていた。これが1860年までに4501人まで増加した。アイオワ州議会から3人の軍庁所在地選定委員が指名され、 1853年6月27日、ネバダの土地を選定した。ネバダという言葉はカリフォルニア州のシエラネーバダ山脈から取られた。中西部にある多くの町、都市、及び軍と同様に新しく探検された西部や1840年代後半にあった米北戦争のよく知られた地名から、この時期のアイオワ州でも地名に採用することが多かった。 西部と同様にストーリー群でも鉄道の建設が他の何よりも大きな発展要因となった。最初の鉄道は1864年に開通した。鉄道は町の場所を決める決定的な要因にもなったので、軍内のいくつかの町は鉄道の近くに移転した。繁栄していた町でも鉄道が通らなければ間もなく消失した。 ネバダの町は長く軍内の人口中心だったが、エームズの町は東西南北に伸びる鉄道の中継点だったので、広く知られる町に成長した。ストーリー軍の歴史では、前後5台の軍庁舎が使われた。初代軍庁舎は2階建て木枠の建物であり、1856年に建てられたが、1863年の火事で消失した。2代目も同じような建物だった。 それから間もなく新しい軍庁舎の計画が立てられ、1877年に完成した。この3階建ての建物は町の広場にあった。この建物には塔があり、学校の児童たちが登って景色を眺めることができたが、その後安全上の理由から取り外された。1967年にポストモダンの建物が建設され、1968年5月18日に、 落成した。今日ある軍庁舎には、軍政委員会、監査官、財務官、記録官、評価官、情報管理部、施設管理部、健康、計画、開発部の事務所が入っている。南北戦争時代の大砲が、前提芝生に置いてある。ストーリー軍、ジャスティスセンターは、軍施設に最近付加されたものである。2002年に開設され、 軍政府の司法と法の執行を管轄している。ストーリー軍保安官事務所と裁判所事務部が、この建物に入っている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は573.70平方マイルであり、このうち陸地572.86平方マイル、水域は0.84平方マイルで、水域率は0.15%である。 軍内を次の幹線道路が通っている軍内、エイムズ市の南側、アメリカ国道30号線のすぐ南に、エイムズ市民空港がある。デモイン市南にあるデモイン国際空港は、軍内から30内市60マイルの位置にある。軍内を3本の鉄道が走っており、すべてユニオンパシフィック鉄道が管理し、1編成143トンまでの列車運行が認められている。 軍内を東西に走るのがオーバーランド線であり、シカゴからカリフォルニア州オークランドをつないでいる。コロ、ネバダ、エイムズに停車する。南北に走るのがスパイン線であり、ミネソタ州ミネアポリスからミズーリ州カンザスシティをつないでいる。この沿線ではマッコールズバーグ、ネバダ、ケンブリッジに停車駅がある。3本目の鉄道線はエイムズが終着駅であり、 シルバートとストーリーシティをつないでいる。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内の主要警察組織はストーリー軍保安官事務所である。その他にエームズ市、アイオワ州立大学、ネバダ市、ハクスレイ市、ストーリーシティ市に警察署がある。 ストーリー群には16の群区、15の法人家都市、4の未編入の町がある。人口79,981人のうち、都市部に71,114人、田園部に8.867人が住んでいる。ありがとうございます。